私のこだわりはこのメガネね。やっぱりメガネは外さない。メガネを外すのは星野くんの前だけって決めといてほしいから。女のプライドよね。綺麗よ。あんた綺麗よ。前から見たやわ。ちょっと歩いてきて。おい。マリネ、ちょっと距離開けてついてくるんですか。一人だけもう、いや、目立ちすぎている。これで RK が声をかけてこなかったら嘘、どきな。私の街よ、どきな。おらおら、どうした?美人が通るぜ、ここら辺で声をかけられるのか?どうぞご覧ください。私の綺麗な背中を。ぱっかり開いてますけど、ここら辺で来るか?来るか?バカ者。あ、楽しそう。沙織楽しそうじゃない。ああ、来た。うわ。いや、ちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。かっこいい。今日はどこか飲み行く感じ?貴様。それともこの辺の店で働いてるとか?顔なじみだな。女二人寂しく飲み歩いてるとこねえねえ。だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ。いくらでも飲ましてあげるよ。うわー、すごい羽振りいいんだ。でも私たちめっちゃ飲んじゃうよ。強いぞ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。うん、彼らが RK なら誘いに乗ってもいいですね。でもそれをどうやって確かめよう。私は知ってる。こいつは RK だ。ついて行ってよし。うん、君たち可愛いね。タイプよ。あなた方は RK ですね。今夜めちゃくちゃになりたいの。今流行りの RK って知ってる？ふう、いや、これは正解を聞かないとダメだよな。でも急に RK の話題。今夜はめちゃくちゃになりたいの。どうする気？どうする気よ。これ正解はどれですか？わからん、わからんぞ。これは違うな、これだけは違う。かっこいい女であればいいのか。弁護士としてのプライドをちょっと今は捨てよう。君たち可愛いね、タイプよ。君たち可愛いね、タイプよ。うぅ、年上の女に興味があるの？タイプって俺もすか？うるせえ、花絆創膏。ニヤニヤすんな。どうしたのそのお花。でも絆創膏がすごくセクシーでワイルド。すげえ、沙織さん。あら、やだ。今夜は私すごくだらしなくなっちゃって。一斉ごめん、一斉ごめん。ちょっと沙織ちゃん。もうだらしない。沙織ちゃん大好き。と相手を油断させたところで、あ、うお、よ、よかった。させたところでさらに畳みかけます。はあ、ちょうどいい時にお兄さんたちに出会えたかも。キャー。だって今夜は私めちゃくちゃになりたいなって思ってたから。ゴビセクシー。何、どうしたの？最近年下の悪い男に捕まって、彼ってすごく束縛するから私もいい子でいなきゃって思い詰めちゃってたの。10分に1回電話が来るの。今夜だけ自分へのご褒美に自由になっちゃおっかなって。だ、いや、うわ、うわ、あら、沙織ちゃん、そんなこと私にも言ってなかったのに。俺でよかったら一緒に乱れますけども。こいつ嫌いじゃねえ。沙織ちゃんとめちゃくちゃになりたいっす。でも今一緒にいて楽しいのは RK の人たちだって聞いてきたから。正解だ。あそこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ。沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。いいアシスト、マリネ。なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだった。こいつ、こいつ。え、それってどういうこと？まさか。茶番。もしかしてあなたたちって。茶番だぜ。まあ大きな声じゃ言わねえけど、 RK の中でもちょっと知られてるもんでね、俺ら。少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。言ってる。俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。うまくいったみたいですね。やっぱりこの男たちは RK のメンバーです。ちなみにあの絆創膏は海藤さんと八神さんがやりました。 V。 あとは河合真也のことを聞き出してみましょう。彼らがなぜ河合を探し回っていたかを。神室町って今
みんな RK が仕切ってるんでしょ。こしたったらずな喋り方に変えられる、沙織すごい女優だよ。ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。もう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。うわ、これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。壮絶な世界、かっこいい。いいなまりねえもな。そういえばこの間 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、こんな道端で話してくれるか。何年か前に姿を消したとかっていう。お酒入った方がな、喋りそう。あれね、あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。うん、さすが、お兄さんたちは情報通なのね。持ち上げるね、さすが合コンの上等。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。何それ面白そう無邪気。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは可愛いって男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだろ。ああ、そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。三越馬君と同じじゃないか。以来やつは姿を消したまま。同じじゃないか。それってつまりどういうこと？さらわれて、どっかよそで殺されたんだ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいからな。ってことは今頃海の底か山ん中にでも埋められたんだろうってことになった。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの？さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は仇の若いやつらで、女も混じってたんだと。女でももう5年も前のことだからな。5年前に河合をバンに押し込んだ仇の一団、それも昔の知り合いらしいって。昔の知り合いらしい、だから高校の同級生。その女っていうの、間宮由衣、黒川学園の OB OG たちがいじめ加害者許さない委員会立ち上げたのか。もしかしたらまた黒川学園の同級生たち。いや、まあさすがにな、それは結論を急ぎすぎかも。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね。5年前に。沙織、可愛い。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。おう、まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は？カムロ町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。そうだよな。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？沙織さん、 RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。出ちゃってる弁護士バッチ。そいつはもうちょい上に聞かなきゃわかんないんだけどさ。それよりちょっと待った、こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん可愛いシーンやって言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの？俺ら言わなかったはずだけど。なんだと。こいつ頭いい、賢いやつだった。もしかして最初から可愛いのことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何者？何をするんです？その手を離して。誰なんだお前。汚い手で触るんじゃねえよ。弁護士としてのプライド名乗っちゃうか。いや、名乗ったところで危ないな。女性二人だ。私はもう守れんから。ターボー来る？ターボーまだ横浜よね。誰か助けてくれる？カイトさん今どこにいるっけ？あいつも横浜だ。あ、どうしようどうしよう。カムロ町で助け、こういう時にな、キリュウカズマがいたらな、東条で助けてくれるんだけどな。もう RK はダメ。RK 隠して生きてんだ、アンダーグラウンドで。東条会はまだ良かったよね。ダイモンでさ、ババーン、俺たちは東条会で肩で風切って歩きますっていう、あれぐらい清々しく黒の世界で生きてほしかった。 RK はもう隠れて隠れてしょうがねえわ。お前らに名乗る名はない、名はない。大丈夫？お前らに名乗る名はない。この手を離せ。いや、この私に暴力や脅しは通じない。ヒュー、なんだ？あ、やべえ、急に本性出してきたじゃねえ。うわ
ならこの手はなんだ。震えてる。震えてるじゃん。どうしよう、沙織ごめん。武者震いってやつだよ。抱いてください。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ざけんじゃねえぞ姉ちゃん。ごめん沙織。沙織ちゃん、じゃあ、やあ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 、来た。そうだ、お前がいた。沙織だぞ。お前がいた。東さん、てめえ通る通る。もうたく、たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あの、ちょっと礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に美人。ありがとうございます東さん。だから礼なんて。え、なんで俺の名前に。気づいてないんだ。白崎です、源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ。いや、これは気がつきませんで、白崎先生。しかしすげえっすね。見違えましたよ。おー、シャルル店長東トール。いつからそのコミカルキャラになったんだ。ありがとうございました東さん。嘘だ。私はともかくマリさんを危ない目に遭わせるところでした。うん、本当に助かりました。若くて強くてかっこいい、私タイプかも。ちょっとマリネ、マリネ。さっきの奴らは RK ですね。最近街中で調子づいてるんですよ。うん、元登場会の松金組組員で東徹さん、海藤さんの舎弟で八神さんとも顔見知りです。そして私の推しです。確か今はゲームセンターの店長だったはずですけど、格好はヤクザファッションのままなんですね。変わらんねえ、変わらん。大門を外したとしてもお前はおヤクザだ。ゲーセン店長ならポロシャツ出勤でもいいわけだろ。安全なとこまでお送りしますよ。ああ、紳士。いや、何、俺も最近は暇してるもんだ。ほう、紳士好き。そうなんですか、ちょうどいいですね。暇な者同士、今夜は楽しく過ごしません。ぐいぐい行くね。じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。まあ、東トール来ると思わなかった。わ、ときめく。うわー、トールがいた、トールちゃんがいたわ。はあ、うわー、参ったぜ。こりゃこの登場は参ったぜ。ふうふう、ときめく。ごめんなターボ、私はこれから東を押していく。13年前にいじめ加害者だった河合信也は番の一団に連れ去られて神室町から消えた。その時の様子からすると、彼らは河合の知人、また黒川学園の同級生らだった可能性があります。八神の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません、おかしいですね。あれ、ターボ今何してるっけ。もう一度かけてみます。教室出て沙織さんに切り替わったから、なんか同時進行で進んでほしいな。沙織さんはまた捜査できる日は来ますか。男探偵、女弁護士ね、二つの世界をね、切り替えて私頑張るから。忙しくなっても頑張るから。操作させてください。トールちゃんですよ、トールちゃんです。うわぁ。いいよな、最後な、礼なんていらねえ。特に気をつけろ、美人はな、とか言って。とか言って。って何？殺された。え？ああ。でもこうして見ると、最近似たような話を聞いたよな。ああ、ああ、ああ。今度の河合も、三越芝と同じ。戻ってくるわけだな。過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう、神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か、河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。いいね。この後沙織様動き出してターボ編が始まるのか。なるほど。さて、こっちはしばらく沙和先生を待つとするか。職員会議が終わるまでかなり時間があるけど、そんな会議して何しようって言うんでしょうね。ん？天沢からメッセージだ。ユースを始めようかな。お、八神さん、私の後輩が相談したいことがあるそうで、授業が終わった夕方頃、お互いに都合がいいタイミングで部室に来ていただけますか？わかった、丸。うん、天沢の後輩の相談か？なんだろう、ちょうど暇してたところだし、話を聞いてみるのもいいな。この
呼び出しはユースじゃないか。本編として呼び出されたっぽい。うん、そういえば、つくもの事務所の方にも新しい依頼が来ているかもしれない。職員会議が終わるまでまだ時間がある。どっかで時間を潰してこよう。なるほど。本編今進まないからいろんな寄り道をしなさいってのをおぼし飯ありがとう。ご丁寧に。どっから行こうかな。そうだよな。依頼も溜まっているし、サイドケースもありますが、ユースどうしようかな。依頼とかやっちゃう？一回街に出よう。学校を捨てて街に出よう。ユース一気にババンと進めたいから、ちょっとだけ外で遊んできたいと思います。夜になったら浜北公園行かないとな。暴走族物語、なんだっけ？デッドオアアライブみたいな。デッドオアヘブン。デッドオアヘブンだっけ？ヘブン。メイドインヘブンだ。メイドインヘブンに顔出さないといけない。ふぅ、忙しいぜ。てか聞いて、東通る、そろそろ来るわ。本編に絡んできてるわ。ターボ、早くあんたも会いなさい。謎に女性人気が高い東通る。わからんでもないな。私も一番好きだもんな。惹かれちゃったね。前作のジャッジアイズで出会い、心を奪われ。ここら辺にサイドケースが、あいつら、なんか変な人いる。なんか掲げてるっぽいわ。何が起こってるんだ。ちょ、写真撮っとこう。怖っ。あ、カッパの像か。横浜に点々とあるカッパの像を掲げてる人がいる。どういう状況なのか全く読めない。行きましょう。このサイドケース回収です。うん、悲痛な声。お願いです。そのカッパを返してください。ん？うん？首かしげちゃうよな。酔っ払いか。あー、ヒック、あん？そんなにこのカッパが欲しいのか。はい、どうか返してください。1000万。そんなに欲しいなら1000万で売ってやるよ。お前のでもなかろうに力持ちだね。そんな石像だろそれ。それが嫌ならこのカッパで殴らせろ、ヒック。大好きなカッパで殴られるなら本望だろ。そんな無茶苦茶な。なんだあのカッパ、石像？よくわからないけど酔っ払いのトラブルかな。あれで殴られたらさすがにやばいだろう。止めに入った方がいいか。止めに入りますか。おい、ちょっとあんたそんなもの持って何やってんの。それでどうしてスーツの人はそんなにカッパが欲しいの。え？なんだおめえ、ヒック。カッパの行方。とりあえず危ないからそのカッパおろしなって。話なら聞くからさ。1000万おわカッパ殴り。うるせえ、いきなり出てきて何なんだてめえ。たく、酔いも今日も冷めそうだぜ、ヒック。いっそ冷めてくれよ。たく、イラつくぜ。まずはお前からカッパのサビにしてやる。いつの間にか上下交換しました。カッパその逆さまに持って。いいなその武器な。俺ももらえないだろうか。お来いよ清水。酔っ払いが街中のもの。持っちゃっての言って。よくあるけれども活発へ行くか。よいしょよいしょよいしょ、危ねえ。よいしょ、オッケー。ひとたまりもない。はあ、カッパ返しなさい。カッパ武器になるんだ、覚えておこう。どうすんの、まだやる？これ以上やると、あんたもカッパも無事じゃなくなりそうだけど。すいませんでした。勘弁してください。あんまりこの人がカッパを返してって言うもんで、酔ってたせいか、だんだん面白くなっちゃって。ほんともう、カッパとかどうでもいいんで、これ、お返しします。まあ、酔っ払うとね、街中の看板とか、パイロンに抱きつきたくなるけれど、持って帰るのは良くない。それでは、はい、さようなら。ああ、大丈夫ですか？ありがとうございました。助かりました。カッパも無事です。そのカッパはあなたのですか？いえ、これは公共のものなので私のというわけではありません。ああ、申し遅れました。小玉さん、私偉人町町おこし課の小玉和俊と申します。和俊さん、矢上。俺は探偵をしている矢上と言います。役所の方だったんですね。そりゃ止めますね。ええ、このカッパ像は町おこしの起爆剤になるはずだったものです。はずだった？町中に設置されたこのカッパをフォトスポットにして、全てのカッパと写真を撮った人に景品を進呈する予定だったんです。うん、春日君、それでなんかもらった気がするな。
この町にはカッパ伝説があるので、それにあやかろうと。でもまあ映えないか、インスタ女子はやってこないかところがカッパを設置してキャンペーンのアナウンスをしようと思った矢先に、設置したカッパがどんどん行方不明になってしまう事件が多発してしまいまして。盗難事件ということですか、酔っ払いの仕業ですかね。なんでまたそんなことに。というかこんな石像そう簡単に盗まれない気もしますが、重たそうだし。 いえ実は石じゃないんでそこまで重くないんですよ。安く済ませようと海外の業者に発注したら、石っぽく固くコーティングされた発泡スチロールになっちゃって、そりゃ持ち上げられるわけだ。なら殴られてもそんな痛くないね。そう言われてみればさっきの酔っ払いも普通に持ってましたね、これ。と言っても殴られた時は普通に痛かったですが、ごめんね。そういうこともあってあんまり大ごとにしたくないので、うちうちで回収も済ませたいんです。はあなるほどな。よくそんなんで設置する気になったな。なあ、発泡スチロールなら普通にな、風で飛ばされちゃいそうだし、ケチらずに石で作りゃよかったんですよ。そこでと言ってはなんなんですが、探偵さん、はい、もしよければカッパを探すのを手伝ってもらえませんか。明日以降これに代わる企画対応に追われて時間が捻出できず。もちろん報酬はお支払いします。経費で。市役所職員ということはその経費は税金だろ、我々の血税だろ。その血税でカッパ作ったってなったら横浜市民は怒っていいな。立ち上がれ偉人町の皆さん。どこまでもちゃっかりした人だ。どうしよう、困ってるみたいだし、カッパ探しの依頼引き受けようか。まあ引き受けますけれども、どこ行っちゃったんだろうね、カッパの行方。カッパ探しのご依頼お引き受けいたします。ありがとうございます。差し当たっていくつかお聞きしたいんですが、残りのカッパ数と盗難原因の心当たりってあります？数が分かんないとな。カッパ残り7個、7個探しますよ。設置して日が浅いので遠くには行っていないと信じたいところです。なるほど、7つか。7つ全部探さなきゃいけないのか、こりゃ長尺になりそうだ。まあ7つ集めたところで願いが叶うもんではないですが、原因はすいません全く分かんないです。一人で歩いて行ったとか、妖怪だけに。うるせえいや冗談です。はあ、とりあえず状況は分かりました。見つけ次第小玉さんにご連絡する形でいいですか。はい、それでお願いします。私の部下がすぐに駆けつけますので。お前が来い小玉。あ、まだキャンペーン含めて公になってないので、もろもろ内密にお願いしますね。はい、承知しました。そのあたりは守秘義務もありますのでご安心を。よろしくお願いします。あ、もうこんな時間だ、離席しすぎてしまった。ではよろしくお願いします、矢上探偵。気分がいいね。そうだ、俺は矢上探偵だ。さあ、沙織さんがカムロ町で体を張っている間に俺はカッパ探しだ。さて、町中に潜むカッパ探しか。原因がわからない以上しらみつぶししかないな。バズリサーチャーかな。目や耳を向けて探すとしますか。なるほど、もう噂話で辿っていくしかないわけ。ちょ、カッパの像をお持ちの皆さん、ワードゲット、カッパ K-A-P-P-A 探すか。面白いサブストに出会ったもんだよ、カッパ。お、出た。カッパみたいな何かをホームレスが担いで、カッパみたいな何かをホームレスが担いでた。カッパは妖怪のカッパと雨の時に着るね、あの雨具のカッパがあるかしら。そんなことないかしら、いい天気だし。あそこにホームレスが担いでそうだな。若い連中がカッパを運び込んでたぞ。意外と意外と噂は立ってるな。カッパ巻きはあんまり好きじゃないな。子供だな、大人になればわかるカッパ巻きの良さ。カッパ増えてね。安っぽいな。オッケー、とりあえず街中にあるっちゃあるっぽいですね。カッパ、カッパ探しです。カッパ探し探偵です。カッパと猫をよく探します。ほら、どけ。カッパがいるって聞いてんだけど、お前らじゃないか。ホームレスが、いた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 、カッパ担いでるやついた。あれホームレスかな。いたいた、お前、待って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 、何何やってんだあいつ。おい、ちょっと待ってって、楽しそうだな。ちょっと何、あいつも酔っ払いか。すごい楽しそうだけれども、はい、アタック。
お、あれ、あの走ってる人が持ってるやつ、小玉さんのカッパじゃん。ちょっとそのカッパ追いかけて、先生追いかけて。これ7つ全部集めるの大変だな。ちょ待ちなさいって。なんで早いんだよ。まあ軽いからか。たくも、ほら、どけどけどけ。みんな振り返った方がいいぞ。カッパ持って走ってんだぞ。あ、もう逃げ足が早いわ。あ、うろちょろするな。痛い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 。避けて避けて、先生華麗に避けて。どこまで行く気だらんな。そこにたどり着きたかったのか。はい、チェイス完了。カッパ像を持って走るランナーを追う。ああ、なんだ。ああ、ちょっとあんた何やってんの。え、あれ、もしかして僕のこと呼んでました？まあ割と呼んでましたよ。すいません、新しいトレーニング方法の研究に夢中で。そのカッパ持って走るのがトレーニングですか？ええ、普通に走るよりも負荷をかけて走った方が筋肉がつくんじゃないかと思いましてね。そこにちょうど絶妙な重さのこのカッパがあったので持って走っていたんです。なるほど。それでどうでした？うん、当たり前ですけど腕が固定されて本来のフォームができないのでちょっとイマイチでしたね。それ持つ段階でわかることだろう。今度は足にダンベルでも巻きつけて走ろうかな。あのもうそのカッパ用済みでしたらもらっていいですか？ああ、いいですよ。あなたもトレーニングを？全然違います。しっかりツッコミ役だな。そうですか。じゃあ僕はこれで体が冷えてしまうので。それでは。もう爽やかな青年であったか、悪気はないのか。悪気なくカッパ盗むやつが一番厄介だな。世の中っていろんな人がいるんだな。ひとまず小玉さんに連絡しよう。まったくもうランナーが持って走る。まあまあまあ、理由わからんでもない。あ、部下のものか。ご連絡ありがとうございます。回収に来ました。また見つけていただけたらお知らせください。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。手伝ってくれてもよくないか。7つあんだぜ。まあ仕事だからな、頑張るか。残り6個ね。はいはいはい。うん。あら、まあもうこんな時間。そろそろ日が暮れそうだな。職員会議終わってるかもしれない。意外と早い。職員室に戻ってみるか。何言ってんだよターボ。カッパ探すぞ。おう。あの追いかけっこ見たか。何何、カッパの、あ、白い仮面のやつらね。追いかけっこしましたとも。俺が追いかける鬼側でしたとも。でホームレスさんもカッパ担いでるとか言って。うん、わからんな。酔っ払いはまだいい。シラフがカッパを持ち歩いてるってのはヤバかないか。うん、セブンの記憶、ここにカッパが、あー、カッパ二つあるじゃないの。え、これ本物？これ本物の石像か。これが発泡スチロールでできた新しいカッパ見る。こんなところにカッパ像が。小玉さんに連絡しよう。おう、石像でできたやつもあるんだね。どうもこんにちは。ご連絡ありがとうございます。回収に来ました。君も大変だね。また見つけていただいたらお知らせください。よろしくお願いします。あ、はい。さて残り5個か。どこにあるのやら。はい、また噂話ね。うん、他にどこに置いてあったっけ。春日くんとの記憶をたどるわ。ここら辺でも噂話が。あー、お、ご捨てられてる。誰だよこんなことしたの。かわいそうに。今助けてやるからな。まあゴミっちゃゴミか。こんなところにカッパ像が。小玉さんに連絡しよう。やっと3体目。残り4。まだまだだな。うん、捨てられてましたよ。はい。マジで点々とだな。よし。あとは、なんか若者が持ち込んでるとか言ってたな。はいはいはい、回りますよ。次はどこに行こうかしらね。カッパ探したり、リス探したり、うん。あ、なんか怪しい。カッパが釣れたんじゃないかしら。どうですか、大物ですか。大物だ。大物がこの川にいるわけないだろう。ん、ああ、でもカッパは見えないな。はい、何を釣り上げてるんです。これは大物だ。おい兄ちゃん。え、俺悪いが引き上げるのを手伝ってくれ。早く。
わかったよ。あ、釣り上げる。なるほど。はい。全力で釣り上げてターボ。いけ。ふう、助かったぜ、兄ちゃん。あー、なんだこれ、魚じゃねえのかよ、だと思ったビンゴ。これ、小玉さんのカッパ像じゃん。な、カッパ像じゃん。これが本当のカッパの川流れ。うまい、てやかましいわ。はぁ。付き合わせてなんか悪かったな、兄ちゃん。疲れたから、俺帰るわ。あの、このカッパ像をもらってもいいですか？ええ、こんなの欲しいの？まあいらないし、引き取ってくれるならむしろありがたいくらいだけども。そんじゃな、誰か拾って川に捨てたのかな？なんていうやつだ、やっぱ治安が悪い。発泡スチロール製だったから沈まなかったのか。ひとまず、小玉さんに連絡。ふぅ、やっと過半数だ。よしよしよし、順調。はい、お疲れさん。すぐ帰っちゃうな。名前ぐらい教えてくれてもいいのにな。どこかにあるんだろうな。よし、またバズリサーチャーでございましょう。バス船の方にありそうな噂が立っていたから行くか。龍が如くセブンではね、サバイバーの2階にもカッパ像があったんですよ。マスターも酔っ払って持って帰ってきちゃった口か。ここら辺でカッパの噂があったんですけれども。あれカッパ像じゃない？普通に置いてあるの。これは違うのか。普通に石像カッパ像か。君のお仲間がいなくなっちゃったんだって。バス船近くで噂立っていたのだが、みんな知らないか。カッパがいる。カッパにキーパーやらせてない？あいつら。待ちなさい。発泡スチロールなんだから。ボール当てたら壊れちゃうでしょ。何やってんの。俺も仲間に入れな。ええ。キーパーやらせてる？ちょっと返してこれ。ん？サッカーの練習か、お父さん。行きまーす。カッパ像、ディフェンダーの壁に使ってる？発泡スチロールだし、当たったら壊れるかも。ちょっと待ったしかない。ちょっと待ったしかないじゃないか。うわ、右ちょっと待った。ちょっと待った。ネルトン、え？そのカッパを使うのはちょっと待ってくれ。なんですかあなた。訳あってそのカッパの像を回収しているものだ。悪いんだけど、それ返してくれないかな。それ公共のもんだろ。窃盗だ、窃盗。せっかくいい感じの壁だと思って拾ってきたのに。それ実は発泡スチロール製だから、ボール当てるとすぐ壊れるし、どの道壁には向かないと思うよ。なんだ、そうなんすか。じゃあ返します。はい、素直でよろしい。どっかにいい壁ないかな。なんとか守ることができたな。さて、小玉さんに連絡しよう。オッケー。ガジェット使わずにカッパ集められてるな。はい、危機一発でしたよ今回は。はい、すぐ帰っちゃう。名前ぐらい教えてくれてもよくない？ 7 つ集めたら打ち上げ行こうな、部下。はい、残り2個。近づいてまいりましたよ、完結がね。はい、またバズリサーチャーだ。あとあったかな？ホームレスがカッパ担いでるって聞いたんだけどな。カッパの噂、ホームレスがカッパ担いでるの見ませんでした？カッパ、宝くじの話だ。臨時収入で300円入ったからな。マジかよ、自販機か？ちげえよ。カッパを売ったんだ。お前何してくれてるんだ。300円で売れたのか、あのカッパ。は？何言ってんだ。ついにボケたか？この噂を聞けばよかったのか。いや、やたらリアルなカッパの石像が転がっていたから質屋に持って行ったんだよ、お前。なかなか罰当たりだな、あんた。どこのあの質屋？駅の方？ここら辺にあるよな。ちょっと待って。こっちは弁天屋で売ったっぽいな、あいつ。ちょっと待って。今、カッパちゃんが300円で売られたらしいわ。ちょっと行かねばなるまいだろうが。拾ったカッパを売るなよな。ちょっとどいて。カッパを買い戻しに行けばいいのか。300円で仕入れたカッパをおいくらで売ってるんだ？弁天屋さん、久しぶりだな。はい、こんにちは。カッパ、カッパ売ってる？いらっしゃいませ。ゴミさん、久しぶりだね。買えばいいのかな？売ってるのか？売ってる！100円で、え？
300円で仕入れて100円で売ってんの？すごい良心的な街じゃない？顔、はい。張り込みスタイルも買っとこ。はい。お金持ってるから。お金持ってるからいろいろ買っとこ。オッケー。ありがとうございました。うん、本当に売ってたとは。しかも100円って。ひとまず、小玉さんに連絡しよう。100円は、経費で落とせますか？俺の自腹ですか？見つけましたよ。ご連絡ありがとうございます。回収に来ました。また見つけていただけたらお知らせください。よろしくお願いします。オッケー、残り1個まで来たぜ。さて、カッパ像残り1個か。頑張ろう。奮い立たせよう、自分を。なんかもうバズってないのよな。カッパの話題がな。バズってぬから、もう足で稼ぐしかないのかな。頑張ります。噂話聞きつつ、カッパ残り一体絶対見つけてやりますよ。カッパはどこだ？カッパは。盗聴器仕掛けられてたりしない？カッパに。ガジェット使えばいいのかな？集音？カッパの音を集音？何それ？マジでいないのだが。ヒントがマジでない。マジでない。マジカルバナナ。マジカルバナナ。ヤガミと言ったら。マジで全然カッパいないのだが。一旦このサブスト諦めちゃう事務所戻って新しい依頼を探しちゃおうかななんて思ったりしてる。事務所どこだっけ？このビルか。うわー、敵が追ってきてるよ。カッパがいない。つくもしカッパがいないよな。あーわんこ、あサイドケース。なんだお前、フミヤがいるじゃないか。あ、なんでだよ。いたーよか。うわーうわー、ちょっとな、虫の知らせじゃないけど思ったんだよな、事務所戻ろうってな。どれだけ探したと思ってるんだ私が。街中をぐる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 と。ヒントあった？ん？どうかしました？八神氏、どうかしたじゃないよ。いや、なんでカッパ像がこんなところにあるんだよ。ああ、実は新しく作った小型カメラとマイクのペアリングと耐久性の実験のためにいい感じのマネキンを探していたところ、杉浦のせいだったのか。ちょうどよくコーティングされているこのカッパ像を見つけて拾ってきてくれたのですよ。後で装備をつけてと思ったのですが、その様子ですと八神氏はこのカッパと何か因縁でもあるのですかな。いや、因縁っていうか、杉浦を呼びなさい。あの子すぐ物拾ってくるから。なるほど、本来はほとす丁寧に座らせてもらってよかったな、カッパさん。本来はフォトスポット用のカッパでしたか。しかし、なんで杉浦はこれ持ってきたんだろう。公共のものパクるようなやつじゃないだろうに、酔っ払ってたのかな。でもまあ、見た目は公共のものパクるやつだろう、あの金髪野郎が。まあ、ちょうどいい大きさだったのと、ご自由にお取りくださいという札があったから持ってきたのでしょうな。いや、ご自由にって言ったって、話を聞く限り、お取りくださいではなく、お取りください。日本語って漢字って難しいね。なるほど。どうぞ持って帰ってくださいって意味だもんな、こっちじゃ。お取りくださいと書きたかったのでしょうな。だからみんな自由に取っていったと。小玉さんの変換ミスが事態の元凶かよ。だとしてもだろう。しかし、この大きさです。持て余したり雑に扱われてプレートが取れたりと散々な感じだったのでしょう。さすが名探偵。とりあえず、小玉さんに連絡しとくか。ご自由にお取りくださいでカッパを取っていくな。杉浦まったく。いやー、本当に助かりました。すべて回収することができるなんて感激です。もう7個目は見つからないかと思いました。杉浦に感謝してください。しかし、まさか良かれと思ってつけた案内プレートの誤字のせいでこんなことになってしまっていたとは。いやはや、お恥ずかしい。市役所のずさんな仕事ぶりが分かりました。お帰りください。まあ、悪用されたりとかもなかったようですし、そこは不幸中の幸いでしたね。本当にありがとうございました。こちらはお礼です。おー、フリーパス助かります。ありがとう。ところで、これからこのカッパはどうするんです？未定です。上司にもバレたくないので、今自宅に全カッパを保管してるんですが、さながら兵馬俑のごとくでして。それは逆に見てみたい気もしますが。
カッパキャンペーンも不発に終わりそうだし、なんだか自信なくなってきちゃったな。ん？なんだ、若いカップル。この辺の川だよね、カッパが釣れるっていうの。ん？え？噂になってんのか。そうそう、ネットでめっちゃバズってるの。なんかカッパとサッカーできるとか、一緒にランニングするとか、いろいろ噂もあってさ。マジかよ、ウケる、偉人町ウケる。面白いな、この街。川あっちにあるみたい、早く行こう。うん。いいカップル。なんか盛り上がってますね、カッパ。ちょっとちょっと、これ来てるんじゃない？来てますよ、カッパ。よし、カッパ100体スタンプラリーとかやっちゃいますか。いつまでもうちで併売をさせるわけにはいきませんからね。そうと決まれば早速企画書を書かないと。八神さん、本当にありがとうございました。それではまた。ああ、もうそうやって持つんだ。そうやって持って走るのが常識なの？よくわからないけど、結果的に地域復興に一役買えたなら、まあよかったのかな。スタンプラリーが始まったら俺も参加。いや、もうカッパは当分いいかな。終わりました、カッパの行方。くぅ、うわ、なかなか時間がかかりましたよ。ええ、お疲れ様でした、八神天帝。よし、今日はここで終わりにしますか。思いもよらず長尺でしたが、楽しいですね。やっぱりサブストは最高ですね。次回もサブスト、いや、探偵のお仕事依頼もやっていきたいな。お分かりですね、職員会議が終わったようですが、学校にはしばらく戻らないかもな。はい、ご視聴ありがとうございました。